ソイソースチャンネル。やるか、ほんで。やんないよ、やんないよ。診断テストやってみよう。診断テスト、診断テストよ。こういうやつってこと、診断テストって。だから、まあ、簡単に言ったら、うん、恋愛診断みたいな、なんかいいわ、アプリのなんかあったりするじゃん、うん、中学生の頃やらんかった。やってないし、俺嫌いなのよ、そういうの。案外合ってたりすっからさ、うん、合うか、合ってるって、ああいうのは合ってるって思わせてるだけなの、うん、あなたは A な部分もあり、実は B な部分もありますみたいな、その両方に保険をかけて違うことを言ってるだけなの、あれは。ひねくれてるわ。ひねくれてないね、俺が正論を言ってるだけ。違う違う違う、もう俺はもうそれで外れたことないから。生きてて。お前がそれはちょっと寄ってるだろ。なんかこうサイトパーって見てたらさ、うん、一番下になんか何々診断やってみましょうあるね、うん、押すもんね、絶対押すなよ、あんな詐欺ばっかんだから。詐欺じゃねえって。詐欺だよお前。まあその迷惑すんなよ、迷惑メールは入ってくるけど。それだよ、絶対それだよお前。あなたは新しい靴を買うことにしました。はい。靴屋さんで理想通りの靴を見つけました。はい。その靴はどんな靴でしたか、詳しく説明してください。これ4択？その靴の感想をちょっとイメージして言ってもらって。はいはい、はい、これまだ何が分かるかは内緒ね。ちょっと内緒ですね、うん、ああ、まあ楽しそうではあるな、これは、うん、合ってるかは分かんないけど、それが、はい、じゃあ、大体決まりました、うんうん、まあ、直感ですか、じゃあ、亀山さんから。どんな靴欲しかった、ずっと欲しかった靴だよね、はい、うん、派手なスニーカー、ちょっと明るい色、黄色とかのちょっとなんか派手なスニーカー。鍋さんは？俺は茶色のテッカテカの革靴。2人ともじゃあ見た目でいったってことですね。うん、まあそうだね、まあ履きやすさも大事だし。おいおい、いい、お前違うぞ、まあ、馴染んでくる。お前心理テストに寄せんなよ。馴染んでくる靴が好きかも。おい、俺はその優しく包み込んでくれそうな靴が好きかもしんないな。どんどん馴染んでくるやつ、包容力のある靴が好きかもしんない。値段とかじゃない気がする。おい、あれは心理テストに寄せんな。相手の好きな人の前で見せたくない一面が分かるらしいです。ん、あの理想のエッチらしいですよね、これが。どういうこと、つまり俺は徐々に馴染んでくんだ、はい、エッチが好きで、亀山さんは優しく包み込んでくれるエッチが好き。お前そうじゃん、だってな、そうだけど相手からリードされてるから。おー、いや、そうだけど違うよ、そんなん分かるわけないじゃん、靴で調教されてる養豚場の豚だから。そんなことねえよ、なんでそんなこと言われなきゃいけないんだよ。心理テストでなんでそんなこと言われなきゃいけないんだよ。合ってるわ、調教されてる豚みたいな。なんだそれ。これはお二人のエッチ度を見たいなと思います。俺相当エッチだったね。じゃあ見る人ないじゃん。こんなエッチなやつなら言ってくれるの全部。エッチ度。まずじゃあ行きますね、はい、割り箸を刺してある屋台スイーツ、うん、真っ先に思い浮かぶのは次の4つのうちどれですか。4つのうちか。待ってよ、待ってよ、おい、ああおい、チョコバナナだろ。わかんねえ。チョコバナナで、これお前めっちゃエロかったら俺腹立つからな、ほんと。 A、うん、チョコバナナ、チョコバナナ、ナナ、うん、B カットパイナップル、おっかぶか。 C 綿菓子、うん、まあまあ、D リンゴ飴、うん、待って、俺マジでいくよ、うん、じゃあせーので歌いますか。せーの、2。嘘つけよ、ほんと、ほんと、ほんと、嘘つけ。スイーツって言われてさ、いやチョコだ、チョコバナナだ。カメさんはチョコバナナ、 A のチョコバナナ、うん、そりゃそうだ、浮かぶの。カメさんは B のカットパイナップル。そんなことねえよ。カットパイナップル、新宿でしか見たことないよ。カットパイナップル、カットパイナップルです。パイナップル、パイナップルです。パイナップルは変わってくるの。じゃあエッチ度、ね、これで俺エッチだったらめっちゃあるやつだ。まずリンゴ飴、うん、4番ね、エッチ度 40%、うん、いいんかな。じゃあエッチイコール妊娠と考えてる真面目タイプ。うわ、もうすごいね、なんか宗教みたいな。必要最低限のエッチがマンネリしても、こんなもので所定程度にしか思いません。
あ、そうなんだ。で、綿菓子がエチド50。なんでだよ。綿菓子の原料である砂糖はピュアな恋愛を象徴します。はぁ、あ、はぁ、あ、じゃない。はぁ、あ、はぁ、あ、あなたは恋愛をすればエッチをするのが普通だからと思っていて、スタンダードなエッチが多いです、うん、ですね。じゃあまずは B を選ぶ。 B のパンとかパイナップル。B のじゃあカットパイナップル。パイナップルがずっと誰も言えてないよ。カットパイナップル、パンとパイナップルって言ってたから、いつも。じゃあ B を選んだあなたは、うん、エッチ度 70% です。おお、エッチだね。どちらかというとエッチ好きなあなた、はい、南国のフルーツパイナップルは性に対する開放感を表します。はい、ノーマルなエッチよりも情熱的で激しいエッチを求めていることでしょう。本命の人以外と一夜を過ごすなんてことも。うわー、いやそうなんかな。引きないわお前の。そんなバレちゃった。引きないわ。じゃあ A のチョコバナナ、チョコバナナさん、あなたはエッチ度 90% です。いやお前ほんとふざけんなよ。エロお前、チョコバナナだろそれ浮かぶの。バナナが表すのは性への関心の高さ。チンコだろバナナは。バナナはチンコだろ。あなたはかなりエッチが大好きなタイプのようです。女側の意見よ。チョコバナナ好きなんだ。バナナにはチョコやカラフルなスプレーがかかっていることから、普通のエッチではもう満足できない状態かも。普通のエッチもまだほとんどしてないんだから。もうそこまでいった。言ってないです。ということで、なべさんが 70% 70か、カメラさんがエッチ度 90% で、ね、なんで100じゃねえんだよ。なんで100じゃねえ。100なんだろ。せめて100にしてくれよ。お気に入りの芸能人のフォトブック、はい、は一番気になったページは4択でいきます、はい、A 屋外撮影のグラビアページ、うん、B 抽選でグッズがもらえる検証ページ、うん、C 私服公開ページ、うん、D インタビューページ、うん、せーの1、神尾さんが私服公開、なべ、うん、さんが屋外撮影グラビアページ。グラビア。このテストで分かるのは、うん、分かんねえ。え、何、怖いんだけど。実はしてみたい理想のエッチです。いや、え、何で、あ、ないよ、メカニズム何もないよ。だから、あ、ちょっと言っていい？予想ですか？うん、はい。やっぱインタビューとかだったら、うん、だからやっぱ言葉攻めの、あ、正解です。お、4番目のこと、あのインタビューページの人は言葉攻めらしい。ってことは俺青か。ちゃんと言うなよ。分かんない、まだ分かんないから。まあじゃあまず検証を選んだ人は、うん、着エロ、着服を着たままのセックス。え、じゃあ俺それだと思ってた。3番違うんだ。3番、私物プレゼント、私服公開ですね、うんうん、私服公開の C を選んだあなたは大人のおもちゃ。大人のおもちゃ。はい、私物は物質的なものに惹かれる気持ちを表します。そんなあなたは大人のおもちゃを使ったちょっぴりアブノーマルなエッチに興味津々。俺めっちゃエロいやつだった。アブちゃん。アブちゃんって呼ぶな俺のこと。一度試したらハマって抜け出せなくなっちゃうかも。最悪。え、どっち、やる方、やられる方、どっちでもいけるだろ。え？いや違う違う。交換し合ってみたいな。何がだよ。やめてよ。やめてよ。はい。なんだこれ。アブちゃんだね。アブちゃんって呼ぶな俺のこと。じゃあ A を選んだ、うん、鍋さんは、うん、ベッド以外でのエッチ。ああ。予想下回るパターンの。広々とした屋外撮影のグラビアは開放感を求めている気持ちの表れです、うん、ベッド以外のエッチに興味があるようです、はい、バスルームやリビングなど、はい、いつもとは違う場所でしてみたい願望ありませんか。ありまーす。でも当たってるじゃんこれ。当たってる。大学時代の彼女やっぱそれって言って、やばーい、やばーい。当たってるじゃん。当たってるわ。初めて、いや当たってるね。初めて当たってると思った。言うな。すげえプライベートじゃんお前。